どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は、アナンド君の前回の続きを話そうかなと思ってます。前回はね、全世界に当てた、これから今後起きる大変なことと、ワクチンについて発表させていただいたんですけど、アナンド君がね、11月の頭に出した動画、結構長いんですよね。20分以上、30分ぐらいの動画出したんですよ。その中で、アナンド君はインドのね、方なので、そのインドの方に向けてのことも喋ってたんですよね。まあでも僕ら、まあ日本なので関係ないかなって思って勝手に僕はね、省かせていただいたんですけれども、全部聞きたかったですとかね、 DM で来たので、うん、話してみましょうかということで、今日はインドの方々にどんなことを言ってたのかについて話そうかなと思います。どうぞ。前回僕がね、翻訳して話した動画の内容の中で、アナンド君が言ってた途中のね、どうかテラスに出てヨガをしてくださいと、プラナヤマ、インドの呼吸法の一つらしいんですけど、それをしてくださいと。それをすると私たちの免疫力は上がります。で、こっからデジタルデトックスもしてくださいみたいな内容の流れになるんですけど、この後にインドの方に向けての言葉をね、言ってたんですよ。それがこちら。次はアーユルヴェーダについて話しましょう。アーユルヴェーダには私たちの免疫力を強化する2つの方法があります。2つの単純なことです。もちろん他にたくさんの方法がありますが、とにかく2つの方法が簡単です。ん?ですよね。アーユルヴェーダ?もう初めて聞くじゃないですか。なんだと?ダースヴェーダーみたいなもんかな?みたいな。いやでも違うぞと。カタカナの形がちょっと似てたんで、ダースヴェーダーが蘇っちゃったっていう感じなんですけど、僕はね、バカですいません。で、アーユルヴェーダっていうのはサンスクリット語で生命科学という意味らしいんですよね。しかも5000年の歴史を持つインド、スリランカで発祥した伝統医療みたいなんですよね。伝統医療すごいなって思って。で、2つの簡単な説明っていうのがここからです。一つはカシャヤで、もう一つはスバラサです。あなたはスバラサ、つまりアムリタ、バラリ、ハラドラ、アシュワガンダを原料とするジュースを作ることができます。うん。で、ここでアムリタ、バラリとはティノスポラ、クオーディフォリアのことで、ハリドラとはクルキュマロンガ、つまりターメリックのことです。ターメリックって言って、ムーンズって思って。そしてアシュワガンダとはビタニアソムニフィラ、ビタニアソムニフェラ、インド人参、アシュワガンダ、ヴィンテージチェリーのことだそうです。難しくない？まあ、日本なんでね、こっちは日本なので向こうにとっては当たり前なのかもしれませんけど、こっち日本だからなんか言ったところで伝わんないだろうなって思って省いたっていうわけなんですよ。すいません。しかもね、ヴィンテージチェリーなんだろうっていうね、ちょっと考えれば考えるほどね、なんか別の悩みがね、出てきちゃうなって思ってね。で、続きです。これらすべてのものを一緒にしたジュースや粉末を利用することができます。粉末ももちろん手に入りますが、ジュースが常に一番よく、このジュースを飲めば健康にとてもよく、そしてすぐ免疫力を高める効果がありますと。そしてこれは薬としてもとても強力で、私たちの病気のほとんどを治してくれます。これは科学的にもそのように証明されています。そして発酵させることがもう一つの方法です。すごくないですか?なんかインド発展してるなって思って。すごいなと。でですよ。
次アナンド君が言ってることがこちら、何に投資すべきかっていうのを話してるんですよね。っていうのがこちら、次のテーマはビジネスや経済金融について話します。あなたが物事をより良くするためにできることは、第1話、買い物をするときはいつも日の光がたくさんあるところで買い物をしましょう。念のため金に投資してください。念のため土地深呼吸を十分できるような広い土地に投資してください。なぜなら将来はどうなるかわからないです。多分私たちはみんな困難な状況で密集するかもしれないからです。もしかしたら再びロックダウンするかもしれません。政府は私たちが家の外に出ることも許さないでしょう。ですから密集していると感じないような準備をしましょう。自由に生活できるような広い土地を準備しましょう。そしてあなたの未来がより良くなるようにこれらすべての準備をしましょう。無理ですっていうね話なんですよ。日本だと広い土地ねありますよ。その僕の田舎は福島とかね、あとは山形とかに行けばね広い土地はあるでしょう。でも都会に目を向けるとそういう場所はねまだ厳しいんじゃないのっていう感じですよね。まあありますよ、東京にもね広い土地とかはありますけど、急にそのような準備っていうのはこの状況ですぐに準備っていうことについてはね無理でしょうっていうね。経済的にも ある人もいますでしょうけど僕は無理なので、ごめんなさい、省きました。致し方がない事情です。片言です、すいません。で次が食料の自給をしましょうっていうことについて話してるんですよ。全然ね他の動画でも食料危機とか自給自足っていうのは言ってはいたんですけど、ちょっと内容をこう見ていったら親っていうね、あそうなのっていうようなことを喋ってたんで、前回は省かせていただきました。勝手に。その内容がこちらです。将来大きな問題となる食の安全については自分で食料を育てることは常にいいことですが、殺虫剤を使わないことです。そして今育てているものについて知ることです。そこで念のため自分で食料を育てましょう。様々なオンラインのチャンネルで学べることができます。あれって思って、前回ねデジタルデトックスをしましょう。なのでその YouTube とかねそのテレビとかは一旦離れてデトックスしましょうみたいなことを言ってたんですよね。これはいいのかっていうね。でもっと言うとこれからなんですよ。家で作物を植えましょう、全然いいですよ。もちろん私の母のガーデニングについての動画を見ることもできます。ん？母はガーデニングについての動画を作ってます。いやまさかアナ族のお母さんも動画やってるんですよ。 YouTube なのかわかんないんですけど、アナンド君の影響なのかそこはわかんないですけど、動画でガーデニングやってるっていうね。あそうなんだっていうちょっと他の情報も入ってきちゃって省きました。すいません。ちょっと興味あった方はね、ぜひアナンド母ガーデニングで出るかもしれません。わかんないですけど。しかもですよ、もちろん私の母のガーデニングについての動画を見ることができますとご存知感を言ってるんですよ。知らないですっていうね。そうなんだっていう、えっていうね、ちょっと余計な情報が入ってきて困惑するんではないかなと思って勝手に省いたっていうわけです、すいません。で次ですから、それらを見てアイディアを得ることもできますし、あなた自身のアイディアを私たちとシェアすることもできます。
食の安全についてお互いに知識をシェアし合うことができます。私たちはみんな団結してたくさんの食について気づきや社会全体の食の安全を作り出す必要があります。私たちはエリートの独占により大規模に支配されているフードチェーンに依存することがないように食料を育てるために助け合う必要があります。大事なこと、種を保存すること、土地を買うこと、オーガニックの種を保存すること、自然の種を保存すること、自然の農法で育てること、社会として一つにまとめるためにこれらのことをすることが大切です。そうすれば社会は安全に維持できますし、正しいことを維持して間違ったことを排除することができます。そうして現在直面している困難のほぼ 99% は避けることができます。 100% と言ってほしいっていうね、 1% はっていうね感じですね。いやでも本当にいいことは言ってるんですよ。いいことは言ってるんですけど、ちょいちょいなんか他の情報も入ってきて、あれっていう、まあ僕がちょっと困惑しちゃったんで省かせていただきました。すいません。次はメンタルヘルスについて話してるんですね。こちら、メンタルヘルスとはとても重要なものです。もしかすると近い将来、うつ病の7つの原因とその治療法についての別の動画にも私は出演する予定です。しかしこの動画はメンタルヘルスに関係する全てのことに集中します。これから動画を複数作る予定ですし、もっと多くの要素をこの話題について動画に入れ込む予定ですので、あなたはそれらを見ることができるでしょう。メンタルヘルスはこのような状況においてはとても重要なことです。繰り返されるロックダウンのせいで多くの人々が今日、新鮮な空気、日光、社会とのつながり、少なくとも情緒的なつながりがなくてうつ病に悩んでます。私たち人類は大いに苦しんでいます。ですから前向きな気持ちを拡散させることによって、助けることによって、自然との結びつけることによって、全体的に言うと自然の気づきを与えることによって、他の人をより気分良くさせるように皆さんに心の底からお願いしたいと思います。自然と結びついた人は決してうつ病にはなりません。これは科学的に証明されたことで、私はこの話題について動画を過去にたくさん作りました。そしてアーユルヴェーダ式の新しい生活を送ってください。これについて私の動画を見ることができます。アーユルヴェーダ式の、アーユルヴェーダ式っていうちょっとハテナっていう感じなんですけれども、そしてもし YouTube をつけたら1時間の長さ、1時間半の長さの動画が見られます。動画の投資になりますが、どうぞご利用ください。そして将来のために必要なことをしてください。私たちのするほんの小さなことの一つ一つが、たとえ一つの家族がやっても、一人の人がやっても、少なくともごく小さな規模で世界に影響を与えます。ですから、これをご覧のすべての皆さん、イメージしてください。もし今日これを見た人、一人一人が未来のために何かをすれば、その結果の影響は将来現れてくるでしょう。これが私の言いたいことです。今、私たちは日光と密集との間で戦っています。今、私たちは免疫力を作り上げることと邪悪なワクチン接種との間で戦っています。私たちはアーユルヴェーダと自然治療との間、ウイルスの対処療法と化学薬品の災害との間で戦っています。私たちはどちらの側を取るのか、より良い未来のために選ぶ必要があります。私はこの全てのセクション一つ一つにおいて、前者が私たちにとってベストだと信じてます。密集に対しては日光がベストです。
そして病気の拡散を止めるために努力しましょう。免疫力を低下させることに対しては同様にアーユルヴェーダがベストです。化学薬品による治療は最悪です。これら全てのことは科学的に証明されると信じてます。そして全てはあなた次第です。私たちはきっと違いを生じさせることができるでしょう。はい、ということでアナンド君が他にどんなことを喋ってたか、はい、お届けしたんですけれども、どうでしたかね。ちょっと途中で他のね、そのまあ僕たちは日本に住んでるので、インドのね、なんかそのアーユルヴェーダーとか言われたところでちょっとしっくりこないのかなと思って省いてしまったりとかしたんですけれども、あと途中でね、アナンド君のお母さんガーデニングの動画出してんだとかね、そういう方に話それちゃってたりとかしたらどうしようかなとか思って、僕の勝手な判断で省いてしまったっていうわけなんですよ。で、あとデジタルデトックスをしてくださいねと言ってるのに YouTube 見なさいとかね、1時間半、僕の動画を見てくださいとか言ってたんで、どっちかなっていう、なんか矛盾してるなとかね思ったので、勝手に僕の判断で省かせていただきました。すいません。ということで、今の内容がアナンド君が言ってた11月に出した動画の内容です。ということで、まあ、こんな感じになりますね。でも本当にいいことは言ってるって思って、まあ、上から目線でね、本当ダメだと思うんですけど、まあ14歳がそんなすごいこと言うんだっていうね、僕は関心を持って言ってるまでなんですけどね。なのでまたちょっとね、アナンド君は僕が好きなので勝手にちょっと追いかけてみようかなと思います。で、最後、ひでまろのもう一つサブチャンネルをやってます。サブチャンネルね、ひでまろのもう一つちょっといろいろゲストを呼んでね、いろいろやってるんで、で他にもまたちょっとゲストお呼びする形になると思いますけど、なんかね、出たいっていう方がちょっとちらほらいましてね、あ、ぜひ出てください、お願いします。ということで、もう一つの方も盛り上がると思うので、そちらも興味あれば登録お願いいたします。また見てください。ありがとうございます。